開幕ベースを握るのどっちだ。さあ伸びるが当たって、開幕きっかけを作ったのは小川の佐藤。さあガンフレアカウンターして空中コンボ、的確にバーストしたところを待ったらバックセーブ、ブックヤボー投げ。さあしっかりとロイさんが対策しっかりしている。さあ画面端を逃げようとしたところでソルが、さあガンフレキャンでうまく分身を潰す。さあなんとか分身を生成したいザト、しかしソルのジャンハイからグランドバイパーがしっかり決まっていく。さあソルの画面端の奥攻め非常に強い。さあ茶道ギャラリーを読まれて空中コンボ。さあロイさん的確に空中コンボを決めていく。ラウンド1を取ったのはロイさんのソルとなっております。さあジャンケイとバネブリンガーが相打ち。さあ突っつきがインパイタイル、小川がペースを握っていく。さあしっかり回収してソルが寄りたい。さあ空中伸びるカウンター、こっからコンボを決めて冷静にバースト切り返される。さあ回収キャンをして一回様子見。さあこっからどうなる。さあデッドマンダンスから空中コンボ、2ラウンド目は打倒ペース。さあ砕けろガードをして、さあ遠泳差し渡る。さあ分身犠牲からしっかりとラインをしていく小川だと。さあそうはさせまいと揺らしていく。さあ冷静な立ち回りを見せるロイノソル。さあ空投げ小川だとうまく切り返してキキャンから攻撃点を作り直す。さあうまく分身的点を作りたい小川だとに対しそうはさせまいとするロイノソル。さあタッチパンシャパンが決まり3ラウンド目。さあ回るから最初1点を作ったのは小川の佐藤。さあスカシゲダンからのコンボは決まり奥詰め、エディゲージを巧みに回収していく。さあエディ召喚をしてペースを作ってはいるが冷静に分身の行動を回避していくロイのソル。さあ分身犠牲がいなくなりシャガハイ対空から受け身を捉えて置き攻めされる小川の佐藤。さあここからさあライオットキャンでうまく冷静に回避していく。すまん。さあちょっとセリフ実況に余裕がなくなってしまったか。さあダムドバンクを通常のように冷静に切り返す。さあバースト冷静に切り返す小川。さあジャンファフィール対策をしている。勝ったのはロイノソル。あ、時報やっていいんですかこれ。いやここは実況するべきでしょ。いやここはやっぱり実況兼プレイヤーをやらないとプレイヤーと成長しない。さあ地方小川佐藤パート2。いやどっちでもいい。じゃあロイさんやりましょう。ああそれはそれで終わり。それは俺が悪いわけじゃん。まあまあエキシビオンマッチだからええべ。さあ小川佐藤パート2。さあ出てきたのは先ほど小川佐藤パート1を倒したロイのソル。私は3人いる。さあ開幕からペースは小川佐藤ペース。さあ空中コンボはしっかり決まり、さあ空投げが決まり冷静にバーストに切り返す。さあ回収機関を使ってペースをしっかり作りたい。
さあしっかりと分身犠牲がダブルパン決める小川。さあここから空中コンボを決める。さあ分身犠牲を仕掛けたがガンフレームの反対に刺さってしまう。さあ奥攻めが前パンをガードして非常にガードする。さあシャガパンからうまくターンを切り返していく小川のザット。さあガトリングから伸びるをしっかりとガードさせて非常に強力な2択に迫っていく。さあロマキャンから横出すをつないで、さあしっかりと置き詰めしていく。さあ何回来るのかこの2択。さあこの2択が非常に強い。このザト、ラウンド1は小川ザトが選手、ラウンド2、さあラウンド2まずどっちが先主導権を握るか。さあ分身のフォローをうまく入れて起点を作りたいところだったが受け身を捉えてしまう。さあエディゲージが回復して回復したいところで、でところでうまくお互いの様子見が始まる。さあ社会主義生からジャンプ系で的確にダメージ取っていく小川だと、それに対してゲージを保有するロイノーソル。さあ空欄が決まって置き攻めが入る。さあ社会主義インバイテル犠牲から空中コンボ。さあ体力的には小川だとがちょっとリードしたところか。しかしロイのテーダー P が決まり置き攻めをされる。さあ縛らいカウンターからクーコンボ。さあ的確に置き攻めいこうとしたが、さあダムのパングを腕うまく切り返していく小川だと。さあ的確に 赤バーストでバースト対策していく小川。さあ最後はツッツキが当たり。